ダレン・クラークは北アイルランドティロン県ダンガノン出身のプロゴルファー。2011年の全英オープンゴルフ優勝者。世界ゴルフ選手権シリーズで2勝を挙げている選手で2000年のアクセンチュアマッチプレー選手権と2003年の NEC 招待で優勝した。主にヨーロッパツアーで活躍している。世界ランキング自己最高位は8位。1990年にプロ入り。 1993年にアルフレッド・ダンヒル・オープンでヨーロッパツアー初優勝。1997年にアメリカ代表チームとヨーロッパ選抜チームによる団体戦ライダーカップでヨーロッパ代表選手に初めて選出される。以後1999年2002年2004年と4度連続でライダーカップに出場。 2000年のアクセンチュアマッチプレイ選手権決勝戦でタイガーウッズを 4&3 の大差で破って初優勝を飾る。この快挙によりクラークは世界的な知名度を獲得した。この年はヨーロッパツアーで賞金ランキング2位になり、賞金王争いでリーウエストウッドに僅差で競り負ける。2003年の NEC 招待選手権で 世界ゴルフ選手権シリーズに2勝目を挙げた。2006年8月13日、クラークは夫人を乳がんで亡くした。その不幸を乗り越えて、2008年度のヨーロッパツアーで、BMW アジアンオープンと、KLM オープンの2大会に優勝した。彼のゴルフツアー優勝は、2005年の三井住友ビザ、太平洋マスターズ以来3年ぶりで、欧州ツアーでは2003年9月の、 北アイルランドマスターズ以来5年ぶりとなる。クラークはプロゴルフ界の中でも奔放なキャラクターの選手として人気が高い。また、日本が大好きな選手としてもよく知られる。1997年に初来日し、2001年の国際招待ゴルフ中日クラウンズで日本ツアー初優勝を飾り、2004年と2005年の三井住友ビザ太平洋マスターズで、 大会に連覇を達成した。2016年に開催される第41回、ライダーカップの欧州キャプテンとして任命した。ありがとうございます。